2000X 年、突如地球に多数の隕石が落下した。雨のように降り注ぐ隕石群は、建物を崩壊させ、植物を焼き払い、地球を瓦礫と焦土ばかりの荒廃した世界へと変えた。しかし災禍は、これで終わりではなかった。隕石には未知のウイルスが付着していた。そのウイルスに感染した者は死後ゾンビとなってよみがえり、聖者を襲い、さらにゾンビを増やしていった。隕石落下で疲弊した人類にゾンビに抵抗する力はなく、世界は瞬く間にゾンビで溢れかえるようになっていた。それから数十年後、人類は大きく数を減らしたが、まだ生き続けていた。しかしその世界は法も秩序も崩壊した無法地帯となり、少ない資源を人間同士で奪い合う弱肉強食の世界となっていた。
ここから先はよそ者は立ち入り、見ての通りのボロボロの流浪者だ。誰だろうとよそ者を入れるわけにはいかない。よう、騒がしいな。どうした？お前は？見ない顔だな。町に入りたいのか。いいぜ、入りなと言ってやりたいところなんだが。長居するつもりはない。俺はこの壁の内側に用がある。すぐそこに行くつもりだ。壁の内側ね。なんかは俺はゾンビハンターだ。きっとこのスラム。ゾンビハンターか。いわゆる何でもやだな。住人の一人が外に出たまましばらく帰ってきて、ゾンビ爺さんっていう変わった研究者で、お前が使えるゾンビハンターだってんなら俺たちも歓迎できる。分かった。おお、引き受けてくれるか。リッドだ。仕事でこのエリアに来たな。よろしくな、リッド。腹が減ってると言ってたな。俺を持ってけ。
おお。加減はしねえぞ。次はどいつだ。あんたがゾンビじいさんか。誰じゃ。わしは研究のためにゾンビの血肉を集めておるんじゃ。邪魔するでない。スラムのバーノンに頼まれてあんたを探していた。この付近。そんなことは分かっておる。逃げる機会を伺っておったろじゃ。お前さん今バーノンと言ったか。ああ、あんたを連れ帰る。やれやれ、相変わらず世話好きなやつじゃ。やがまあ助けてくれるなら遠慮なく助けられるとしようかの。なんじゃ。上がってこい。ほら、行くぜ。ほっ、ほら、行く。あ、ほっ。
手加減はしねえぞ。あ、来い。追い返せ、返せ。さあ来い。とにかくしょうがないな。その通りじゃ。元気か？調子はどうだ？いや。ダメだ。あ？分かった。ん？そうだな。しょうがないな。
よう。しょうがないな。上がってこい。終わったか。今日は何をするか。そうだよ。
ソロ。どいつだ。手加減はしねえぞ。次はどいつだ。ちょっとかかってこい。手加減はしねえぞ。相変わらず汚らしい場所だぜ。そうかよ。
そんな汚らわしネブロン様が捕まえたゾンビ野郎が逃げやがってよ。ゾンビか。ああ、知ってるぜ。何？なら、とっとと連れてこい。ほら、ゾンビならスラムの外にいくらでもいるじゃねえか。俺様をばっか。これ以上こんな場所にいたら、そのうち後悔させてやるからな。調子はどうだ？分かった。どうした？
ほら、さっ、よっ、さっ、ほら、行くぜ、さっ。見てけよ。マイドリー。
オーケー。ソラ、しっ、よしよし、ソラ、上がってこい。おっと、よっ、あっ、おっと、おっ、あっ、おっと、よっ、あっ、行くぜ、ほっ、やっ、おっ、おっ、おっと、ちょっと、次はどいつだ。さて、やるか。手加減はしねえぞ。終わったか。
そうだな。それで？そうじゃな。いいだろ。ダメだ。かかってこい。ま、こんなもんか。スキンヘッズのスラム襲撃どうやらし、うん、所詮は奴らも同じゴミ。それでなんですが、どうやらチキンヘッズを撃退した奴らの人。何？ゾンビ野郎。いや、てめえら、あのゾンビ野郎を捕まえてこい。ついでに大丈夫なんすか？スラムは潰すな。うっせー！
ごちゃごちゃ言ってねえで準備しやがれ。しょうがないな。